メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右のニール対するマリーンズの先発は右の二木、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右のニールマウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは荻野。投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。さあ次の投球、ストレート見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。インロー際どい球、ボール。投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。先ほどのプレーです。ニール連続三振で切り抜けています。ライオンズまずはゼロに抑えました。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは井上、打った、右中間へのフライ、ヒットになります。ボールが転がる、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。井上ツーベース、ライオンズ先制のピンチを迎えます。バッターは5番レアード。第3球を投げた、アウトロー、空振り三振。レアード全くタイミングが合いません。第4球を投げました、打ちました、ショートバウンド、一塁へ送る。山川うまくさばいています。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投球これから5球目、内角低め、空振り三振、三振に切って取りました。さあリプレイです。ライオンズこの回ノーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって0対0、ライオンズピン。3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターはキラサワ。次が4球目、投げました、打った、一二塁間への上がり。山川自分でベースを踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、このボールも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、一つ外した、ボール。次は4球目、投げました、膝元、空振り三振。バッターはトップに帰って荻野。さあ次の投球、外角低めいっぱい、ストライク、もう追い込んでいます。投げた、変化球、空振り三振。ニール3球で仕留めてみせました。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。3回の表が終わって0対0、両チーム無得。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは指名打者鈴木、外角低め見送ってストライク。まずは入れてきました、打った、抜けた、鈴木ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは3番中村、これが2度目のバッターボックス。次が4球目、投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった、一塁ランナー走った、キャッチャー二塁へ送球、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第5球投げた、ストライク、空振り三振。快調なピッチングを見せています。4回の表が終わって0対0、マリーンズ未だスコアボードは0のままです。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはレア、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ボール。さあ4球目、サークルチェンジャー、ボール。さあ投球は5球目、打ちました、痛烈、入れば先制だ、伸びた、入った入った、ホームラン、先制ホームラン。卓球は無情にもレフトスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは6番清田、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げた、打ちました、一二塁間のゴロ、ベースカバーに入る。山川華麗にさばいてワンアウト。リプレイをご覧ください。
バッターは7番岡。今日の第一打席はスイングアウト。もう投球はこれから3球目。アウトローを見送ってストライク。追い込んでいます。もう第5球投げた。あっと引っ掛けた。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは8番平沢。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファールボール。投げました。打ちました。1・2塁歓迎。山川そのままベースを踏んでアウト。3アウトチェンジ。5回の表が終わって1対0。ニールとうとう打たれてしまいました。マリーンズリードで迎える6回です。バッターは菅野。投げました。サークルチェンジャーボール。外角低め。投げました。打ちました。1・2塁間抜いていった。菅野いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。打順は1番に帰って荻野。ここまで2打席連続三振。第2球打った。ショートゴロゲッツーになるか。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレー。ツーアウトランナーなくなりました。投球これから2球目。危ない球。第3球を投げました。ストレートはストライク。第4球を投げました。内角低めいっぱい。見逃し三振。6回の表が終わって1対0。ニール味方の反撃を増します。ライオンズ敗れました。ご覧のように千葉ロッテマリーンズの勝利です。さて本日のヒーローは二木。わずか1失点の好投を見せました。本当に今日は